すいません、急に撮ってしまって。いえ。タクシーです、はい。発表がありますね、今日は。発表あります。はい。皆さんに。ドキドキ。ウエスターの皆さんに。はい。出た。ウエスター。待ち遠しかったよ。はい。ラインスタンプ。お。大丈夫だ。ラインスタンプ、はい、ラインスタンプ、はい、発売されます。おめでとうございます。ついに、西大吾チャンネルの、はい、そうですね、ラインスタンプですね。そうです、はい、いや実はね、ずっと作りたかったって話を。そうそう、もう何年もね。あ、何年もだったの、そんなレベルで。2年ぐらいでも長いですね。うん、は思ってて、はい、でまあ、じゃああれだ、 YouTube やる前から一応作りたかったはいたんだ。そうそうそう、なんですよ。はい、でいろいろまあ打診してたんですけど、はい、まあ、今回やっとね、はい、ついに出来上がった。出来上がりましたね、はい、いやー、まあ YouTube 内で起こった出来事というか、はい、まあそうそうそう、印象的なことをせっかくだからね、はい、スタンプにして、はい、まあ、皆さんにも投票していただいて。そうなんですよ、はい、実は37個候補あって、そこから選ばれた24個なんですよね、はい、でまあその中には、まあ、サッカーはジャズとか、はいはい、まあ、アナルさんとか、はい、まあ、そういうのも。そうですね、なので、まあ、僕のチャンネルを見てくれてる方だと分かるし、そう、盛りだくさんに、盛りだくさんです、思います。でまあ投票でやっぱり決めたんで、ちょっと使い勝手がいいかどうかはまあね、分からんすけど。そうですね、正直、まあ、使い勝手がいいものもちゃんと入ってはいる、うん、そうなんです、はい、でなんとクリエイターが、はい、ナッパさん、そうという、コンサドーレ、はい、札幌のファンの、はい、サポーターの方なんですけど、はいはい、SNS で 、うん、僕のことだったり、うん、選手のことを書いてるのを見て、はい、オファーを出させていただいて、はい、で快く受けてもらったので、うん、はい、これコンサドーレファンの方だったら結構知ってるんじゃないかな。だと思いますよ、うん、はい、僕のあの迷彩服あれね、はい、なかなか、ね、僕もなんかリツイートさせてもらったりしたんで、はい、それで知ってるかもしれませんが、コンサドーレファンにはおなじみ、はい、ナッパさんです。すごいね、可愛いですよね。可愛いんですよ。ちょっと絵見ていきましょうか、じゃあ、うん、まずは、まあ、ウエスト、ウエストはね、はい、絶対に必要でしょうということで。あとまあいきなりカモンメンつって、あの鈴木優馬、まさかの、はい、いやちょっとこれはやっぱり入れた方がいいかな。そうですね、結構人気ハイライトですからね。そうそうそう、チャンネルの、はい、カモンメンで引く小菓子はみたいな、はい、ポーズになってますね。あくまでイメージですみたいな感じの絵ですけど、可愛、うん、い、次がアラノのなんでっていう、はい、まあ、審判に文句言ってる時みたいな。そうですね、よく言ってるんだあいつは。あ、よく言ってますやっぱり実際に、はい、2つはありがとう OK っていうのは、まあ僕の使いやすさ重視の、うん、そうですね、もので、次ね、全力のウエストなんですけど、はい、青木が入るで、はい、まあ、もちろん下にもこの全力のっていう振りがあってのウエスト、はい、これはセットになってます。そうだ、青木ね、2コマも使っちゃったみたいなこれだいぶね、僕嫌なんですけどこれでも1コマで表現かね、難しくてそうなんですよ、はい、ちょっといろいろ贅沢に2コマも使っちゃいましたけど、そうそうそう、全力のとかこれ単品で絶対使えないから確かに。あ、でもこれ大喜利とかで、ああ、全力の何々みたいな、ああ、まあ、暇ラインとかでもしかしたら使えるかもしれない。僕そういうライン全くしないんで。あら、はい、真面目な子まあこれぜひセットで使ってみてください。次が小林勇輝の嫌だよ、はい、まあ、あいつはいやいや言ってるんで。小林勇輝さんはやっぱりね、今年からコンサドーレ入って、はい、まあ、新風として盛り上げてくれたんで、うん、やっぱここへ入ってもらおうと。そう、次おはようでしょ、まあ、それポイントあって、シャツいいんですよ。もう一回小林勇輝の、あ、2コマ、ふざけんなよという、まあ、はい、これもあいつのイメージにぴったり。そうですね、はい、キレゲーです、ね、キレ、あ、ゲーなんだ、あれキレゲーなんだ次はお休みですね、はい、ベッドイン。お休みがベッドなんだけど、まあ、ちゃんと僕の家にあるあのライトとかが表現されてます。あ、そうなんですか、はい、これ、
こだわってんな。次お疲れも使いやすい。はい。で、お次はギャッツビースタイル西野。出た。これも、まあ、これは西野かどうかっていうのはちょっともはやもうサングラスかけちゃってますけど、はい、まあ動画で、まあ、本人よりだいぶかっこよくできてます、ね、あら、うん、このやっぱダブルサングラス。そうだね、サングラスかけてるけど首にもつけてるそれがギャッツビースタイルなんですね。次は僕の迷彩服。あれ 名シーンじゃないですか。はい、やっぱりこれいるとこないと。これはかなり使い勝手はどうか知らんすけど完成されてる。はい。でゴンヒの死にたくない。はい、これもね、これちょっとあの LINE のあれ、はい、チェック通るかね。そう微妙かなって思ったんですけど、まあ、無事通りました。はい、僕のあの料理を食べた後に死にたくないよって言ってるゴンヒですね、はい、謎チャプチャみたいな。はい、で福森のイースト、これはもうだって2年連続いただきましたから。まあ、定番のね。はい、違うよ。でも違うし、はい、言ってることも逆と違うと。カラーの中島大花の笑顔を、はい、やっぱ笑いといえばね大花くんかなと。うん、そして次があれですね、ちょっと字多いけど、お部屋、あ、お部屋若頭片毛決め顔渡米イケメン。はい、これちょっとみんないじめすぎてこんなに名前ついちゃったんですよ。あの、はい、たくさん彼は持ってるんで、はい、肩書きを戻ってきましたね。そういえば札幌にね、もう練習入ってましたね。ああ、そうですか。札幌のもうね J2 が、うん、終わって、はい、で札幌はまた大遠征行くって、ね、それも行くって話。なるほど、じゃあまた若頭コーデ札幌で出会えるかもしれないですね。で次がレッツラマンジーは、はい、あれだ、浅野優、はい、です。あ、これ一回ちょっと引っかかったんだっけ。一回そうなんですよ、万事っていうのがやっぱり、まあ、宗教的なことなんで、うん、まあ、ちょっと国外で発信するのはまずいだろうってことで、うん、でなので今回はちょっと日本限定での発売になってしまいます。ちょっとそこは ご了承くださいという。いや、海外のファンの皆さんすいません。はい、まあどうぞ。次が僕のオンゴール、頭抱えてる感じ。まあこれちょっとまあまあちょっといじる、はい、これ俺オッケーしたっけまあちょっと勝手にやった感はありますけど、うん、投票はどうだったの。あ、まあ注意注意10何位とかあった気がしますけど、いけるの。はい次はおめでとう、ごめんと、まあちょっと使いやすい。あのおめでとうって言ってる大吾さんがイメージつかなくて、ちょっとあんまり、あくまでイメージですみたいな画像になってるかもしれないです。クラッカーみたいな。おめでとう言うよ。あ、言います。おめでとう、本当じゃん、神戸の皆さんそうだ、ピッセル神戸おめでとうございます。これはもう単品で動画撮らないとダメかもしれない。そうですね、また撮りましょう。でその次が僕とコオロギ心臓兄貴の美尺霊コンビ。はい、やっぱこのコンビはね外せないかなと思って、うん、美尺霊誰が使うんだと。最後は、まあ、シェフ西大吾の、はい、飯食うか、飯食うか、お見舞いする前の、はい、これお見舞い、まあ実際に言うとお見舞いなんですけど、お見舞い、まあ、使い方としては普通に今日飯食うぐらいの感じで使える前の僕っていう感じですね。はい、はい、こんなラインナップとなっていますので、はい、皆さんぜひお楽しみに。はい、はい、一応ね12月1日のこの動画が出る、うん、もう瞬間に発売開始しようかなって。なるほど、はい、じゃあぜひ使っていただけたら嬉しいです。はい、はい、バンバン使いましょう、はい、普及しましょう。僕100個買います。あ、あのじゃあみんなは何個かなじゃないですよ200個かな一人で何個とか買えないよね。ライス買えないんじゃないですか。プレゼントみたいなのあるか。プレゼントときます。あ、だからクリスマス近いですよ。気になるあの子にウエストスパッツだ、ね、皆さんこれを見てるウエスターの皆さんは、はい、10人プレゼントこれノルマ。あら、営業職みたいな感じになってきましたけど、はい、となるとまあ僕今、登録者が4万弱ぐらいかな、はい、7とか7、うん、いるんで、はい、いくらになる、何個売れる。38万大ヒットぐらいはいくってことですね、はい、登録者の方たちは 10人にプレゼントということで、それでまた、はい、これなんだってなったところから YouTube も広まっていくかもしれない。そうですね、はいはい、みんなの力でウエストを広めよう、はい、お願いします、キャンペーンでございました、はい、ありがとう。お楽しみに。はい。おーい。